いや、堂安集中してないな。堂安映ってたよ、今。堂安集中してないのバレたね、今ね。いやー、わかるわ、俺。そう、監督の立場で選手みんなにこう話しかけるときめっちゃみんなのこと見てんだよね。だから、誰がちゃんと聞いてて聞いてないと。森保さん熱くなってから見てないから。まあ、そりゃそうだよね。全然疲れない選手からしたらね、それで対して、効果的な 練習だったり戦術もやってないからさ、その監督のところをリスペクトなんてできないじゃん。ってなってくるとね、まあ、終わった後こういう話の時とかね、もう早く終わんねえかなってなりますよね。お、なんか一本締め。一本締めなの不思議だな、ね。監督の手柄では断じてない。断じてないですね。いや、確かにギャグ線高いね、これ。ね、ああ、南の確かガンツ出てきそうな感じあるね。前田大然もできそうだけどね。お、これこのマーク、森保さん、カメラ応援、スタッフの目に映るところ意識すぎ。うん。もうちょっと意識してほしいですけどね、本当にやばい時にね、声かけたりとかね、具体的な修正の指示とかね。だからこう、表面上しか見ない人には評判いいでしょうね。